ポルガール・ユディとユディット・ポルガーは、ハンガリーのチェス選手である。歴史上最強の女性チェス選手であり、世界ランキングの最高位は8位。女子限定のランキングでは2000年7月以降今日まで、リストに乗った際は、すべて1位を保持。ファイドレーティングの最高値は2735。また、幼少期からのエスペラントア社としても知られる。 1991年に15歳と4ヶ月でのグランドマスターとなり、1958年のボビー・フィッシャーの記録を破った。ユディットは姉ジョー・フィア、ジュジャの三姉妹の三女として生まれ、幼少からユダヤ人の父親からジスの訓練を受けた。この時の逸話やインタビューがザ・ポルガーバリアントというドキュメンタリー映画に収められている。ポルガーは全世界。 チャンピオン、ガルリカスパーロフを含むほとんどすべての世界のトップ選手を破ったことがある。2003年4月にはファイドレーティングリストで2715のエロ評価に達し、世界のトップ10にこれまでに入る最初の女性となった。2004年にはポルガーは彼女の息子を産むためにしばらくチェスから遠ざかり、2005年1月のファイドレーティングリストには乗らなかった。 2005年1月にコーラスチェストーナメントでチェスに復帰し、好成績を残した。2005年7月のハイドレーティングリストにおいて世界ランク第8位に達し、8人の総当たり戦による世界チャンピオンシップを戦う最初の女性となった。ありがとうございます。